地の外部太陽系天体の位置を示した図。ケンタウルス族は一般にエッジワースカイパーベルトの内側、木星のトロヤ群の外側の軌道にある。ケンタウルス族は木星から海王星の光転軌道の間に近日点、または軌道長半径を持つ太陽系小天体の総称。日本語では族と呼ばれるが類似の軌道要素を持ち共通の母天体を持つ 太陽系小天体の集団を指す小惑星族ではない。ケンタウルス族は一般に水星と小惑星の両方の特徴を持つためギリシャ神話に登場する半人半馬のケンタウロスにちなんで名付けられる。ケンタウルス族の軌道は力学的に不安定であり、わずか数百万年しか維持されないと考えられており、安定した軌道を持つ可能性がある基地のケンタウルス族は 大型天体の観測に偏りがあるため、総数を決定するのは困難であるが、太陽系内の直径 1km 以上のケンタウルス族の数は、少なくとも4万4千個以上は存在し、1000万個以上存在するとも推定されている。ジェット推進研究所が採用しているケンタウルス族の定義に合致する天体の中で最初に、 発見されたのは1920年に発見されたヒダルゴである。しかしながらケンタウルス族が特定の集団として認識されたのは1977年にヒロンが発見されて以降である。基地のケンタウルス族で最大の天体カリクロは中規模のメインベルト小惑星と同程度の直径2 6 0トルの大きさがあり、感を持つことで知られている。 2021年現在、ケンタウルス族の天体はまだ近接撮影されていない。ただし、2004年に探査機カッシーニによって近接撮影された土星の第9衛星フェーベはエッジワースカイパーベルトに起源を持つケンタウルス族が土星に捕獲された天体であるとする説が出されている。また1998年にはハップル宇宙望遠鏡によってアスボルスが 分光観測されており、その表面の特徴についていくつかの情報が得られている。ケンタウレス族のような軌道を占めることが知られている天体のうち約30個の天体で水星のようなコマが観測されており、そのうちキロン、エケクルス・シュバスマン・バハマンダ・イーチ水星は木星軌道を超えた領域で揮発性物質の生成が検出可能なレベルで観測された。そのため、 キロンとエケクルスは小惑星と水星の両方に分類されている。シュバスマン・バハマン第一水星は最初から水星として発見されたため、水星としてのみ登録されている。太陽近くまで接動されたケンタウルス族は水星として観測されるものと考えられている。国際天文学連合の商店体、命名法ワーキンググループは、 ケンタウルス族の定義について公式な見解を示していない。一般的には木星と海王星の間と太陽を周回する軌道を持ち、一つ以上の巨大惑星の軌道を横切る小天体とされるが定義には曖昧さが残る。この領域の軌道は長期的には不安定であるため、現在は どの惑星の軌道を横切っていない 2000GM137 や 2001XZ255 のようなケンタウルス族であっても少しずつ軌道が変化しており巨大惑星に接動された結果いずれ一つ以上の巨大惑星の軌道を横切るようになる。分類の基準には機関や研究者によって相違が見られる。外部太陽系の領域に軌道長半径を持つ天体だけを ケンタウルス属とする研究者がいる一方で、軌道が同様に不安定であるとして、木星と海洋星間の領域内に近日点を持つ天体すべてをケンタウルス属とする研究者もいる。期間によって分類に用いられる基準は異なる。主に基準となる近日点距離と軌道長半径を何天文単位とするかで差異が見られる。ザソーラーシステムビヨンドネプチューンの基準では、 これまで、ケンタウルス族に分類されてきたエケクルスとオキロエーは、木星族彗星に分類される。伝統的にメインベルト小惑星に分類されてきたヒダルゴは、JPL では、ケンタウルス族に分類されている。シュバスマンバハマン第一彗星は、定義によって、ケンタウルス族と木星族彗星のいずれかに分類される。 このような分類方法の違いに挟まれた天体として 1999OX3 がある。これは 32AU の軌道長半径を持ちながら、天皇星と海王星の軌道を横切っており、ででは外部ケンタウルス族として分類されている。内部ケンタウルス族では、木星に非常に近い近日点距離を持つ 2005VD が JPL とでの両方で、ケンタウルス族として、 リストアップされている。ケンタウルス領域を通過するエッジワースカイパーベルト天体の進化の最近の軌道シミュレーションでは 5.42au から 7.8au の間に全ケンタウルス属の21%が通過する単寿命の軌道ゲートウェイが存在し、木星属彗星になるケンタウルス属の72%が含まれていることが判明している。 この領域には、シュワスマンワハマン第一彗星、p 2 0 1 2 2 0 l i n e r グラウアー、P-2008CL94 レモン、2016LN8 の4つの天体が存在することが知られているが、シミュレーションでは、まだ検出されていない半径 1km 以上の天体が1000個以上存在する可能性があることが示されている。 このゲートウェイ領域にある天体は大きな活動を示す可能性があり、ケンタウルス族と木星族彗星の区別をさらに曖昧にする重要な進化の移行状態にある。基地のケンタウルス族の軌道。横軸は軌道長半径。縦の角度は軌道傾斜角。線の長さは離心率を示している。渦では基地のケンタウルス族の軌道を 惑星の軌道との関係で示している。ケンタウルス族の軌道は非常に変身したものからより円形のものまで幅広い範囲の離心率が見られる。非常に珍しい軌道を持ついくつかの天体は黄色で示されている。10個以上の逆光軌道を持つケンタウルス族が知られており、軌道傾斜角が中程度のものから極端なものまで様々である。これらの後継者で 逆光軌道を持つケンタウルス族のうち17個は、太陽系外に旧系を持つとする説が出され、議論の的となった。現在の軌道要素のわずかに異なる2つの推定値を用いて計算された、今後5500年間のアスボルスの軌道長半径。4713年に木星と遭遇した後の2つの、計算結果の振る舞いは、初期値鋭敏性を反映して、大きく異なっている。 ケンタウルス族は軌道共鳴によって保護されていないため、100万年から1000万年のタイムスケールでは軌道が不安定である。例えば、アミーカスは天皇星の3、4共鳴の近くの不安定な軌道にある。接動を受けて、エチワースカイパーベルトから海王星軌道を横断するようになった天体は、海王星と重力相互作用する。その後、 ケンタウルス属として分類されるようになるが、その軌道はカオス的で、一つ以上の外惑星への近接遭遇を繰り返すほどより急速にケンタウルス属として進化する。ケンタウルス属の中には木星横断軌道に進化するものもあり、その場合、近日点は内部太陽系に入り込み、水星活動を示すものは木星属水星として再分類されることもある。 ケンタウルス族の天体は、最終的に太陽や惑星に衝突するか、惑星、特に木星に接近した後に、星間空間に放り出されると考えられている。ケンタウルス族の天体はサイズが、比較的、小さいため表面の観測はできないが、色指数やスペクトルを得ることによって、表面の組成や、天体の起源についての考察が可能となる。ケンタウルス族の色の分布。 色指数は、青か思考及び赤のフィルターを通して、天体の見かけの等級を測定したものである。この図は、基地の色指数を持つすべてのケンタウルス属について、これらの違いを誇張した色で示している。参考として、海洋性の第一衛星トリトンとフェーベ、火星もプロットされている。ケンタウルス属の天体の色は多様性に富んでおり、表面組成についてのあらゆる単純なモデルを呼び起こす。 ケンタウルス族は2つのクラスにグループ化されるようである。この色の違いを説明する多くの説があるが、大きく2つのカテゴリーに分けることができる。色の違いは、ケンタウルス族の起源や素性の違いに起因するものであるとする、説色の違いは、放射線や水性活動による宇宙風化のレベルの違いを反映しているものとする説、第二の説の例として、 ポールスの赤みがかった色は放射線を長く受けて赤く変色した有機物によるもので、キロ論は周期的な水性活動のために氷が露出しており、青または青灰色の色指数を示すと説明される。しかし、水性活動しているケンパウルス族の色は青から赤までの範囲にわたるため、活動性と色の相関関係は定かではない。あるいは、 ポールスは最近エジワースカイパーベルトから放り出されたばかりで表面の変質過程がまだ起きていない可能性がある。デルサンティラは放射線による石化と衝突による石化という複数の競合するプロセスを示唆している。粒子系やその他の要因に関してスペクトルの解釈は不明瞭なことが多いが表面蘇生についての指揮権を提供してくれる。色と同様に 観測されたスペクトルは地表のモデルの多くに適合する。水氷のシグネチャーは、キロン、カリクロウ、フォルスなど多くのケンタウルス族の天体で確認されている。この水氷のシグネチャーについても多くのモデルが提唱されている。キロンの表面は最も複雑であると考えられている。観測されたスペクトルは観測期間によって異なり、水氷のシグネチャーは、 低活動期に検出され、高活動期には消失した。ステファン・オテルマ水星は、1982年から2067年に、かけて木星、土星、天王星に接近し、ケンタウルス族のような挙動を見せる。1988年と1989年に、近日点付近で観測された気論は、コマを示していることが確認された。そのため、現在では、 正式に水星と小惑星の両方に分類されているが、一般的な水星よりもはるかに大きく論争が続いている。他のケンタウルス族も水星のような活動をしていないか監視されているが、これまでエケクルスと 166P2 との2つがそのような活動を示している。166P2 とはコマの状態で発見されたため、軌道は ケンタウルス族のものであるが、水星に分類されている。エフェクルスはコマがなかったが、最近になって活動的になったため、現在では、水星と小惑星の両方に分類されている。ケンタウルス族全体では、水星活動が検出されている天体は30個程度で、近日点距離の近い小さな天体に偏っている。エフェクルスと、キロンでは、 一酸化炭素がごく微量ながら検出されており、その結果、観測されたコマを説明するのに、十分な CO 放出率が算出された。エケクルスと、キロンの CO 放出率は、ケンタウルス族に分類されることが、多いもう一方の遠方活動彗星であるシュバスマン、バハマン第一彗星で、一般的に観測されているよりも、かなり低い値である。 ケンタウルス族と水星の間には明確な軌道の区別はない。シュバスマン・バハマン第一水星とオテルマ水星はどちらも典型的なケンタウルス族の軌道を持っているためケンタウルス族に分類されてきた。オテルマ水星は1963年に木星の雪道でケンタレウルス軌道に移る前までは水星として活動していたが現在は活動を見せていない。 クライステファン・オテルマ彗星は近日点距離が木星軌道を超えてしまうとコマを見せなくなると考えられている。2200年までにゲーレルス彗星はより外側に移動してケンタウルス族のような軌道へ移るだろうと考えられている。高度曲線のピリオドグラム解析から気論の自転周期は5.5プラスマイナス 0.4H カリクロウの自転周期は7.0プラスマイナス 0.6h とされる。ケンタウルス族の起源に関する研究は近年目覚ましいものがあるが、物理的データ不足により結論は出ていない。これまで様々なモデルが提唱されている。シミュレーションでは、エッジワースカイパーベルト天体の軌道が接動され、ケンタウルス族の軌道へと移行することが示されている。三円盤天体は、 力学的には最適な候補であるが、ケンタウルス族が見せる二色性には合致しない。冥王星族は、同じように二色性を示すエッジワース、カイパーベルト天体の一種であり、冥王星による、雪動のため、すべての冥王星族の軌道が当初、考えられていたほど安定しているわけではないことが示唆、されている。主なケンタウルス族は、以下の通り、ありがとうございます。